この作品は、今回の作品はですね、今巷で、話題の脱法ドラッグ、いわゆる合法ドラッグ、それをですね、実際に、摂取して、合法ドラッグというよりも自ら考案した合法ドラッグ、別に誰も誰も取り締まってもいないし、合法って認めてるわけでもない、新たな境地のですね、ドラッグというか、まあ、日常品をですね、使いまして、トリップして、そして、実際にですね、ちょっと危ない世界に行きかけた男の物語でございます。それではどうぞ。乗ってないとよ。信じる光を教えてくれたお母さん、ありがとう。今日も僕は信じる光を教えてくれたお母さん、ありがとう。今日も僕は信じる力を信じて生きています。
んだろう。できちゃったみたい。お願いします。あ、思った麻酔しました。死んじゃうよ。やめてよ。ダーリン。
の一番光らない息子ラブリン、ラブリンよ、お母さんはもう死んじゃってる。ラブリンよ、大切なのはね、あなたの光よ。自分の光を信じて、自分の光を信じて、この世界を輝かせる。そんな光に惑わされてちゃダメよ。自分の光を信じるの。さあ歌いなさい、ラブリンよ。あ、信じる光を教えてくれたお母さん、ありがとう。